中央区で開業しておりましてね、その時はもう本当すごい、あの辺はもうビルがもう倒れたり、もう水道も電気もガスもなかったんです。で一番に走っていって、でその姿を見て、その時に人に役に立つことないかしらねって二人で喋ってたんです。でもパパ偉いねって、そういう避難所を回って、その姿見てパパはすごいなって、その時思ったみたいですね。大学行ってからも僕も同じところにボランティアに行ってたんだけど、それが行きたいで、今のところ勤めるまで3年か4年間かベトナムとかラオスとか夏休みにずっとボランティアに行ってましたね。やっぱりまあサービス業、小さい時からまあ私の親とか自分で選んできたみたいな の、あのこの会社は多分、まあ、言ったらおもてなしをね、今流行りの好きやったんか、自分に合ってる思ったんか、後取ると思ってんやろしね、後取りになる思ってくれてたやろ、するとそれで嬉しいんやけど Shining just a little more bright. I think the stars might be hanging just a little more high. Come on, love, a new day is calling and it feels so right.